久々のピックアップ野草会でした。今回のゲストは男でしたね、はい、この子です、尾身康成くん。すごいですね、尾身康成、かっこいい名前です。なんか戦国時代の感じですね、武将。尾身康成くんね、やっぱり戦国時代好きなのかな。あの尊敬する人がね、織田信長って書いてありました。おお、それはいいんですよ、はい、それはいいんですけど、その後にベジータって書いてありましたベジータ好きな、めっちゃかっこいいですよ。まあかっこいいですよ。ベジータはまあいいかないかな。ちょっとトランプスが好きですか。あ、なんかもね、ベジータはちょっと一人狼みたいな感じだから、そういうのが好きなんですよ。あー、ね、確かに似合うかもね、はい。そんな安成くん、元自衛隊です。元じゃないのか、今も自衛隊なのかな。え、元か、元自衛隊員だそうです。すごいですね。ムキです。あ、ムキムキなんだ。あったことある？あの、一緒にレッスンを2回だけやったんですけど。なるほどね、はい、19歳、ムキムキだったんだ。現地何？なんか、なんですかね。なんで？いやいやいや、何を見た？尾身の何を見た？何にも見ないですよ。何を想像した？何を見ないですけど。いやいやいや、言うまで待ってあげるから。何を見た？B 型です。はい、で、自衛隊の出身ということで、次の4月の俺は君のためにこそ死にに行くにもオーディションに来ていただきまして、月組で出演します。はい、頑張りましょう。かなりやんちゃなんだよね。はい、ね、すごい、もうあの、しゃべりもすごいです。どんな感じなの？あ、もう、しゃべる間がないぐらい頑張ってしゃべってくれるので、うん、私としてはありがたいんですけど、すごい元気すぎて、ね、ちょっと私も元気ならないと。まあいいね、元気をまき散らす、まき散らすってウイルスみたいでしょ元気をね、みんなに振り分けられる、振り分け、振り分く人はいいですね。はい、そうですねもういいね、ゆう子は元気が取れるからいいんですよ、いいですよね。そんな尾身康成くんが頑張っていきましょう。はい、その自衛隊上がりの芝居もちょっと次の舞台で候補期待ということで、はい、よろしくお願いします。ぜひ、はい、では次、はい、新情報、一応情報番組なんでね、最近はちょっと情報番組になってなかったんですが、はい、情報いきたいと思います。まず初恋の情報でございます。ジャパンタイムズに初恋の記事が載ります。はい、4月でございます。皆さん見てください。でですね、今日は実はですね、この今撮影してる前に山田健太君と滝川花子ちゃんのインタビューがここで行われたわけなんですが、それはですね、日本映画ヒーローズに山田健太君と花子さんのインタビューがありますので、そちらもぜひ見てください。別々に載りますからね。だから2週間に載るらしいです。で、また、東京スポーツの独占直撃というコーナーに花子ちゃんのインタビューが載ります。素晴らしいですね、目白押しです。はい、その辺もチェックしてください。はい、でですね、あと期間限定で山田健太くんのブログも配信中です。これはアクセス来てるらしいよ。おー、さすが山田健太くんです。はい、そんな山田健太くんも出演する、はい、俺は君のためにこそ死にに行く情報です。はい、チケット売れてます。はい、好調でございます。本当ありがとうございます。なんかローソンチケットはもうそろそろ数がないらしくて、あら、ね、ちょっとやっていただければ、ローソンチケットとあと E プラスでチケット購入できるんですが、ローソンチケット E プラスかなりいい席もあるらしいんで、あ、かなりいい席を振り分けているので売れ行きがいいらしいんですよ。それで、あ、じゃあもう早めにも取っていただかないと。そうですね、でもまあいい舞台なので、ちょっと後ろの方の席でもね、全部見渡せて、はい、いい席なのでぜひやってください。取ってください、見てください。はい、お願いします。でね、学生割引チケットはですね、野草会だけで取り扱ってますので、割引、学生割引チケットが欲しい方は野草会の 03-3208-8051 までお願いします。ちょっとこれはね、あの学生がちょっと確認していただきますんで間違ってませんが、はい、それで対応しますんで、義務証明書だ。そうですね、大学生が3000円、はい、高校生、中学生が2500円かな、で、小学生が1000円ということで、ぜひ割引チケットでもここください。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、こんにちは、山田健太です。3月から始まる映画すごい、ちょっとほろ苦い作品になってるんですが、ぜひ見てください。で、また4月28日僕の誕生日から始まる、俺は君のためにこそ死にに行くの舞台、ぜひ来てください。期間限定なんですが、僕ブログをやっています。皆さん覗いてください。では、いやー、盛りだくさんでしたね。はい、もう
いいのかなと思って。いやもう新情報盛りだくさんで。そうですか。はい。じゃあゆこちゃんがそう言ってくれたらいいや。イエイ。というわけで、はい、今週の一週間総会も早いな、なんか終わりの時間がやってまいりました。はい、終わっちゃいます。ちょっと今日早いな。こんなもんか。こんなもんだな。でもね、そんな週刊予想会、もうすぐ40回です。はい、40回で、40回、いいですね。なんかやりましょう。はい。ボーリングなんかやる。あ、なんかぜひ芸人になれるもん。そういうことか。なんか楽しいですね。そういうことか、芸人は、あの、見てる方じゃなくてもらいたいんで。もらいたいんで。もらいたい、前回負けちゃったんで。あ、そっかそっか。そうだね、じゃあまた考えます。またね、俺は君のためにこそ死にに行くを10倍楽しく見る方法のコーナーとか復活しますんで、またそこで景品考えるわ。はい、お願いします。またカレーとかね、海軍カレーとか考えますわ。え、40回、そんなんで40回に向かって頑張ってる僕たちにメールです。はい、お願いします。ここでいいかな、もう。はい、なんか言うことある。あ、お願いします。何なんか言うことあるって聞いて、お願いしますって言われて困る。あの、色々色々え、なんか次、ね、ゆうこちゃんも出ますんで、次の俺は君のためにこそ死にに行くに。はい、初舞台になりますので。初舞台だ。はい。あら、まあ、緊張は。もう、すごい。してないみたいです。してます、してますよ。何やったの。あ、国防婦人会。あ、なるほど、はい、国防婦人会の、何やる。春山さん。春山さん、竹槍持って。竹槍持って、やーやーって、まあ、みんなやるんだけど。なるほど。はい。もう、じゃあちょっと、あれだね。大丈夫ね。やりました。おばさんの役だね、着ようとしてくれ。やりました。怒られそうなんで。おばちゃんなの。おばちゃんです。まあね、22歳なんでまだ若々しいです。入れていってください、ね。ありがとうございます。そんなわけで、週刊予想会毎週月曜日更新でございます。はい。次の更新日は秘密。ありがとうございます。内容は秘密。もっと可愛く言ってもよかった。あ、いいね。前二人が可愛く秘密とかやったから、元気いっぱいのゆうこちゃんでいいと思います。います。いや、いいんです、いいんです。いやいや、おいおいそういうとこも出していこう。じゃあ、はい、ね、そういうわけで、じゃあ最後締めましょう。はい、あれで分かるよね、締め方。あ、これでね。はい、行きましょう、せーの。よっしゃ。はい、叩けた。おい。反対でした。過去フレームアウトして、このまま使ってる。もうカットしない。